イラクリー・ツェテリイラクリー・ツェテリは、ロシアの革命家、政治家、グルジア人、メンシェビキ中央派として、臨時政府支持の立場を取り、臨時政府で、低身大臣を務めた。1881年、グルジアの没落貴族の家に、生まれる。父、ゲオルディ・ツェテリは、グルジアの著名な作家で、著述業の傍ら、ナロードニ期運動に参加した人物。 1900年モスクワ大学法学部に入学し、法律家を目指すが、学生運動に参加し、社会主義のサークルに加わった。1902年逮捕され、イルクーツクに流刑となる。1903年グルジアのチフリスに戻り、ロシア社会民主労働党グルジア委員会に参加する。カフカス同盟第回大会では、ユーリーマルトフを支持し、メンシェキの立場を明らかにし、 レーニン及びボリシェビキに反対する演説を行った。1904年ドイツに渡り、ベルリン大学法学部に入学するが、翌1905年病気のため、グルジアに帰国する。1907年国会に立候補し、当選する。当選後、ロシア社会民主労働党国会議員団長に選出されるが、多くの同志たちと共に逮捕され、イルクーツクで懲役5年の刑を受ける。 1913年釈放され、イルクーツク近郊に住むようになる。チェレテリは、ヒョードル・ダンラ同士と共に、シベリア辞表紙を発行し、1914年第一次、世界大戦が勃発すると、チェレテリは、同志上で、1915年開催された、ツインメルバルト会議に賛成の立場を取り、 マルトフが主張した民族自決に基づいた併合と賠償を伴わないブルジョア民主主義的な平和を支持し自らシベリアツインメルバルト派を称した。1917年2月ロシア革命が起こると3月にペトログラードに帰還しメンシェビッキの指導部の一員となる。 6月に開催された第1回全路ソビエト大会で、ソビエト執行委員、全路中央執行委員会副議長に選出される。チェレテリは、ロシア革命を、ブルジョワ市民革命とみなし、社会主義革命の前提として、立憲民主党などのブルジョワ自由主義政党と、社会主義諸政党の連立を施行する立場であった。また、団、ニコライチヘイ,ーイゼと共に、祖国防衛派の立場から、 戦争継続に賛成した。7月臨時政府主犯がリボフ公からケレンスキーに交代し、チェレテリは現実的な行政手腕を見込まれて、定心大臣として入閣した。しかし、病弱なため、すぐに辞任し、9月にグルジアに帰郷し療養生活に入っている。11月例人によってソビエト政権が樹立されると、チェレテリはペトログラードのメンシェキ指導部に戻る。 しかし、マルトフラ・メンシェビキサ派と対立が続いていたのは、将来に過婚を残す結果につながった。ツェレテリは、ボリシェビキの暴力革命に反対し、憲法制定会議用語同盟発起人に名を連ねる。1918年1月の憲法制定議会では、ツェレテリは、メンシェビキを代表し、ボリシェビキの後進国に社会主義経済を導入するというナロードニ期的な、 クワダテに対して批判している。ボリシェビキによって憲法制定議会が武力で解散されると、グルジアに戻り、グルジア民主共和国を樹立した。グルジア民主共和国は、西欧の社会民主主義グループからも支持を受け、ザカフカス統一を目論む。しかし、1921年赤軍によって、同共和国は瓦解。カフカス諸国も次々に、ボリシェビキの手に落ちた。 チェレテリはヨーロッパに亡命し、グルジア社会民主党を代表し、社会主義インターナショナルに参加した。1948年にフランスからアメリカに移る。1959年死去。77歳。ありがとうございます。